疲れ様でした。もう隙のない組み立てというか走りで、三谷君がすごい強かって、はい、びっくりしました。びっくりしたっていうか強かったですね。先行がすんなり、まあある程度すんなりの先行だったと思うんですけど、はい、すごい強くて、うん、あの仕掛けのポイントはそうですね、うん、もうあのかかってたんですけど、うん、あのもう仕掛けて悔いないように、うん、あの走りましたね。このまあ初走2走目とこの準決勝すごくいい3走で勝ち上がれてるかなっていう。そうですね、あの、うん、まあやっぱりあの G1 であのしっかり、うん、あの活躍できるようにと思ってトレーニングしているのが、うん、あの少しずつ出てきているかなと思います。やっぱりレースでその自力で動くのがこのところ少し多かったのもいい方向に出ている感じですか。そうですね、あの松坂とコーチと、まあ、あの勝ち上がることはできなかったんですけど、うん、もう自分の中ではあの感覚を取り戻せたかなという気持ちで今回来ました、うん、一つ、まあ、本当に関東のダービーなので。そうですね、もう与えられたあの位置でしっかり全力を尽くしてあの優勝目指したいですね。決勝またあの関東で素晴らしい、はい、ありがとうございます。お疲れ様でした。